1789年、アメリカ合衆国大統領選挙は、1788年12月15日から1789年1月10日に、かけて施行されたアメリカ合衆国の大統領、及び副大統領を選出する選挙である。連合会議で1月の第一水曜日までに、各州で選挙人を選出し、2月の第一水曜日に、選挙人による、 政府区大統領選挙投票の実施を決定した。1776年に独立した合衆国は、1781年に発行した連合規約によって国家運営を行っていた。しかし、連合規約は13州の主権を尊重していたことから各州間の利害調整を果たすことができず、連合規約に代わるより、中央集権的な新しい国家検証を求める。 意見が高まった。その結果、1787年に開催されたフィラデルフィア憲法制定会議において、中央政府の権限を強化した合衆国憲法を制定し、翌1788年施行した。合衆国憲法には原種であり、中央政府の代表として大統領を選挙で選出することを規定したため、百八十八年から百八十九年に、 かけて大統領選挙を実施することを決定した。建国当時は政党は存在せず、合衆国憲法批准を支持した連邦主義者と批准に反対した反連邦主義者のグループに分類されたが、両グループともジョージ・ワシントンを大統領に支援することで一致した。人口比で割り当てられた各州の選挙人が大統領候補に投票する。選挙人一人につき二票あり。 同一候補者に二票を投じることはできない。最多得票者を大統領に選出。自点得票者を副大統領に選出する。ノースカロライナ州とロードアイランド州は合衆国憲法に未批准のため大統領選挙に参加しなかった。また、ニューヨーク州は批准したものの賛成派と反対派の対立から衆議会が混乱し、 選挙人投票期日までに選挙人団を選出することができなかった。各軍別の投票結果。ジョージ・ワシントンは選挙人の全会一致で初代大統領に選出された。また、得票数2位のジョン・アダムズが副大統領に就任した。ありがとうございます。